時間稼ぎか。あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだったよ。そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここで。でかい口を聞くのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。このしつこいくたばり損ないめ。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのか。いいぞ孫悟空。戦いはこうやって、ある程度実力が近くなくては面白くない。ああ、オラもそう思う。飛ばさねえとな。オラたちがやられたら全員宇宙がパーだ。Yeah.
歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ、さあ姿を見せるのだ。